皆さんこんにちは。世界の墳丘から本日は大阪府堺市の百舌古墳群を訪れております。今私の前にありますのが銭塚古墳という古墳です。5世紀に築造されましたホタテ貝型前方後円墳ということで、現在ですね、堺市の堺支援学校という、学校の校庭の中に残されております。まあ、学校の中ですので立ち入りはできないんですけれども、横の道からですね、このように、形をはっきり見ることができます。学校の中に残されている古墳というのは結構あるんですよね。各地に結構あるんですけれども、まあ、学校の中であるから潰されずに残ったということもよくあるんですが、残念ながらやはり立ち入れないというところが多いですね。こちらの古墳も立ち入ることはできません。しかし立派な世界遺産の、ホタテ貝型前方後円墳、銭塚古墳という古墳です。ぜひ皆さん、周辺を歩かれる際立ち止まって見てみてください。あ、古墳だというのはすぐにわかると思います。